おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これからどうするんですか？とりあえずご飯を作ります。1日のスケジュールってどうなってるんですか？スケジュールはオフシーズンは結構適当なんですけど、まあ、大体オンシーズンと同じ13時前後に起きて、まあ、4時まで起きてるんですけど、まああんまり結構適当ですね、オフシーズンに関しては。逆にシーズン中だと、シーズン中はちゃんと13時きっちりに起きて、でまあ練習が始まるんで、そっからまあ、ご飯食べてシャワー浴びて2時ぐらいからもう練習ですね。もう料理は慣れたんですか？慣れたっていうか、そもそも料理じゃないからね。鶏肉を焼くだけです。あとまあ野菜も一緒に。味付けはオリーブオイルと塩コショウ。オリーブオイルは味じゃないけど。年齢で言うと、うん、どうだろう、家で適当に作ることはないですね。たまに本当に教えてもらうとかは親にあったけど、基本一切料理はしてないですね、うん、本当はなんだろう、自分でやんなくてもいいんですけど、コンビニで買ってもなんかオフシーズンだしやろうかなって。ああ、俺全然立ちついてない。塩コショウはいつするんですか？後で。後で。分かんない、先にするのがいいのかとか、そういうの分かんないから。食べれればいいと。そう、食べれれば OK。 味はそんなに。そこまで。オフシーズンはもう一日全部これだから、まあ一日分、まあ食べるのは5、6回に分けるけど。シーズン中はどういう食生活というか。もうシーズン中はまああんま普通なね、食生活としてはタンパク質たくさん取ってるけど、それ以外は普通の人と変わんないから。はい、これ一食分完成です。どうですか、お味の方は。まあまあまあですかね。いつかは分かんないけど、多分3年前ぐらい。それはなぜ？なぜ？その方がロールうまくなりそうだから。ほう、なんかそれによって良かったこととかありました？まあ体力つけたことは普通に海外の試合で一番役立つね。海外行った時に一番最初行ったのが多分5、6年前だったけど、その時は結構なんかもう海外行くだけで疲れてた。で今はもうなんか別にどこ行こうがなんか疲れないから、そういった意味ではまあ一番分かりやすいメリットかな、それが。コーヒーは毎朝飲むんですか？そうですね、ブラックコーヒーは結構練習の1時間前には飲むようにしてて、でこれブリューか、もう一個こっちブラック無糖を結構その日の気分によって飲み分けて、まあ飲み分けてるっていうか、まあ気分で飲んでますね。でまあブラックを1時間前に飲むっていうのが大事なんで、そこは
毎日守ってますね。でこれからどうするんですか。そうですね、ブレスサプリを飲んでますけど、ね、何種類ぐらい飲んでるんですか。種類で言うと、種類で言うとどれぐらいだろう、 7？ 成長剤とかもあるから、なぜって言われても、まあ、その方がロールに良さそうだから。これって7種類以上ありますよね、絶対。今飲む分はとりあえず7かな。それはそれは、はい、これも飲んでます。毎日のルーティーンとか、なんか集中力を上げるためにしてることとかってあるんですか。あ、そうです、毎日で言うとやっぱりその練習試合の1時間前にそのコーヒー飲むっていうのはその守ってやってますし、集中力のためにで、結構本番前もコーヒー飲むことは多いですね。で、あともう一個その、まあ、集中力のためにやってることっていうのはその瞑想を結構やってて、普段もその瞑想の練習として瞑想するし、まあ、本番前、まあ、練習の直前とかもしますね。普段はその3時、8時がスクリームが入ってて、残りの空いてる時間にソロランクしたり大会見たり、まあ、リプレイ見たりってことをしてますね。うん、普段の練習って何をなんか意識したり考えながらやってるんですか。練習、ゲーム中に考えることはそのなるべく多くのことを認識することですね。結構情報量の多いゲームなんで、その自分のレーニングしつつ周りの状況を見たり、なんだろう、そのまあ、とにかくたくさんのことを認識しようってことだけ考えて、で見えてさえればあとはその体が勝手にそのリアクション、まあ、次何するかとか次のアクションのアイディアに関しては結構自然に出てくるから、まあ、ボットみたいな思考回路ですね。まあ、調子のいい悪いはめちゃくちゃ良かったりめちゃくちゃ悪かったりっていう時はもう試合始まる前から分かりますね。なんかよく寝れたとかよく寝れなかったとか、そういう簡単なこととかで分かったり、でも基本的に結構分からないんで、その始まるまでは。だから始まってから結構調子いいな悪いなって思いますね、自分が。なんかそのインゲーム中の具体的な悪いとかのサインとかって指標はあるんですか。まあいい時は、悪い時はやっぱりそのあんまり頭回ってないなって思うから、その周り見えてないとかジャングルの場所をイメージしながら連できないとか、そういった時に悪いなって思って、で逆にいい時は、まあ、考えも回るし、そのあと分かりやすいので言えば結構スキルショット、まあ、同じスキルショットを見てその早く感じたり遅く感じたりすることがあるから、まあ、単純にそれで1個分かりやすいかな、うん、これからどこ行くんですか。ジムに行きます。まあ筋トレですね。あ、筋トレ、はい。結構全身やる感じですか。そうですね、1日で全身全部やっちゃうんで、うん、ああ。結構ハードですけど、やりきれちゃうもんなんですね。まあ、だいたい1時間ぐらいででも終わりますね、全身やるのに。ランニングとかは特にせず。ランニングは、その別の日にランニングの日として走ってます。じゃあ結構筋トレは筋トレ。はい、筋トレの人だからランニングの日で分かれてますね、うんうん。結構全身やる理由とかって特に、もう体力作りみたいな。単純に、うん、その
分けてまで筋トレやると、うん、なんか筋トレの時間が長くなっちゃうんで、 あくまでもなんかゲームの補助としてやってるんで、なんかそんな、なんだろう、筋トレをガチで目的としてるわけではないんで、ストイックっていうか、単純にその1日30分1時間長く練習するより、そういった運動とかしてた方が結果的にそのロールが上手くなるっていうか強くなると思うからです。まあゴールはやっぱり WCS で活躍というか結果を残すことですかね。まあゴールっていうのはちょっと変ですけど、まずはまあグループステージ出るのが今の目標になるんですかね。最後の質問、まあずっと小さい頃から一緒にあったんで、なんか人生の一部というか、なんかあって当然みたいな、そんな感じですかね。ありがとうございます。じゃあすいません、お付き合いいただきまして、ジム頑張ってください。はい。